ごい女子受けするなっていうふうに思いました。顔可愛いのにハスキーボイス的なところが今後売りになるのかなと思うので、それはそれですごく良かったです。はい、タカピーと呼んでください。みんなが知ってるようなアーティストのダンサーや振付師、あとはモデルとか俳優とかで頑張ってます。趣味は DJ したりカメラを撮ったり、結構クリエイティブなことが大好きです。あ、キュンです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんかお話を今聞いてて、なんかコミュニケーション能力とか、なんかそのグループの中の一人の中でいいバランスを作ってくれるような、そんな世界観がちょっと見えたなと思います。すごいトーク力があって、エンターテイナー的なところがすごい あるなと思いました。はい、なので今後がすごい見たいなと思います。僕の特技は野球をはじめとするバスケなどスポーツ全般です。歌やダンスは初心者ですが、これから持ち前の運動能力と学習能力で成長していく姿を皆様にお届けできたらなと思っています。この場で実演できる特技が持っていないので、パフォーマンスは大きな舞台で皆様にお届けしたらと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。安くて良かったと思います。あとヘアセットっていうのは誰かにしてあげるっていうことですか？誰かにするのも多いですし、自分的にも多いです。じゃあ今後自分にもしてあげてもらって汗をもっと出してもらえたらなと思います。はい、10回もあるので、その後に、このボールを投げてほしいんですけど、誰かお願いしてください。はい。あ、どこでも大丈夫です。出た出る。終了。ブンブンブン2等分以上です。明るい
します。すごい別のハートを持ってる。そういったものをやると、なんか今後の PR としては印象残るかなと思います。